普段は水の中で暮らすカバ。赤茶色の体、カバはアフリカ大陸の中央の川や湖に10-100頭くらいの群れで住んでいます。体の大きさはオスで3-5メートル、重さは3トンになるものもいます。体の色は赤茶色で、これは皮膚から染み出る赤い汁が体を覆っているためです。この汁は日光から皮膚を守っています。カバ3から4分間水の中に潜っていることができる。目と耳と鼻だけ水の外に出して周りを見る。子供は水の中でも乳を飲むことができる。皮膚が乾きやすいカバ。皮膚がとても乾きやすく、水がないと体の中まで乾いてしまうので、一日のほとんどを水の中で過ごします。数時間だけ陸に上がって草などを食べます。危険を感じるとすぐに水に潜り、目と耳と鼻の穴だけ水から出して周りを見張ります。メスは1回に1匹ずつ子供を産みます。生まれたばっかりの子供の重さは40キログラムくらいです。すぐに泳ぐことができます。カバのメスと子供数時間だけ陸に上がって水辺の草を食べる。世界で一番大きい魚は？世界で一番大きい魚はジンベイザメです。体の長さは約10メートル、重さは10トン大きいもの、20メートルにもなります。世界中の暖かい海に住み、小さな魚やブランクトン、水中の小さな生き物を食べています。性質はおとなしく、人を襲うことはありません。子供は卵から生まれます。長さ30センチメートルもある大きな卵が見つかった記録があります。体に縞模様や丸い模様があるよ。他のサメと違って口が前の方についている。リンゴのような甘酸っぱい味、パイナップル。世界中の人気者の。パイナップルはもともとブラジルに生えていました。今は世界中の暑い地域で栽培されている人気のある植物です。日本では沖縄などで栽培されています。パイナップルは形が松英語でバインの実に似ていて、味はリンゴ。英語でアップルのように甘酸っぱい果物です。それでパイナップルという名前になりました。花が集まって実ができる。パイナップルは木でなく草です。剣のように先の尖った葉が短い茎にたくさん重なって生えます。茎の先に薄い紫色の小さい花が集まって咲きます。この花が小さな実になりまとまって一つの大きな実になっています。熟すると黄色くなり甘い香りがします。パイナップルは一度実をつけるかれてしまいます。栽培するには実の上の部分などを植えて増やします。パイナップル、剣のような葉。お腹の中で卵が返すグッピー。主に南アメリカに住んでいる。グッピーは、カドヤシと、魚の仲間で、南アメリカのベネズエラ、ギアナ、ブラジル北部の他、
カリブ海のトリニダとバルバドスとなどと川に住んでいます。カナヤシの仲間は水中の植物や小さな動物、魚の卵などを食べていて、特に蚊の幼虫や魚、サナギを食べるのが特徴です。クッピーの体の形は細長くメダカに似ていてます。メスは体の中、長さが6センチメートルくらいです。オスは3センチメートルくらいで、尾びれが大きく広がっています。体の色は薄い茶色が黄緑色です。オスにはいろいろな色、小さい模様があります。卵をお腹の中で回し、育ててからも、グッピーのメスは、普通に、いつか、月に、一回一、土日、数日、ピキ、ピキ、以上、土日に、洋楽に、ピキ、もう子供を産みます。クッピーは他の多くの魚と違い、卵を体の外に。産みません。お腹の中で卵を飼って。ってか、子供を。生まれた子供は2メートルほどの大きさで、水中が下の加減で大人になります。いろいろ色や形のグッピー。グッピーという名前は、この魚をヨーロッパに初めて紹介したトリニダの学者の名前を取って付けられました。今では世界中で人の手によって育てられます。特にグッピーのオスには赤や黄色など様々な色のものや、尾びれの形が三角形や丸いものなど、数多くの種類が生まれています。美しく飼いやすいので、とても人気がある熱帯魚です。日本では一つの手で離されて、沖縄の島々など暖かい地方の川や温泉などの近くの水温の高い川の中などで水についている仲間がいます。やめね、お酢、おみらげや おみらが大きい、背びれが長い、しびれが細長い、メスの方がオスより大きい。子供が生まれると睡眠に集まってくる。生まれたばかりの子供は小さな目が目立っている。お腹の中で卵を返す。メス、オス。クモの仲間で一番大きいのは、ホッキョウクグマです。頭から尻までの、長さは 2.53 メートル。体重は大きいなもので800キログラムくらいになります。これは北海道に住むエゾヒグマの2倍以上の重さです。ホッキョウクグマは北極圏、グリーンランド、アイスランド、北アメリカ大陸のハンドソン湾など、寒い地方の海の近くや流氷の上で、主に一頭ずつで暮らしています。海に潜ったり、泳いだりするのが得意で、魚やアザラシなどを捕らえて食べます。他のクマと比べると、首や胴体が長く頭が小さいので、泳ぐのに向いた
体型です。全身が白い毛で覆われているため白熊とも呼ばれています。現在は数が少なくなり絶滅が心配されています。寒い地方で適した暑い毛皮、水中に潜って泳ぐのが得意。アイスランド、ハルソンオン、グリーンランド、北極点、北極圏、北極馬の住んでいるところ。甘酸っぱい果肉と苦い種、ランサ。東南アジアで栽培されている。ランサはセンダンという木の仲間の植物で、暑くて雨の多い熱帯地方で育ちます。県産地はマルレシアの西部で、昔から栽培されていました。今ではマレーシアをはじめインドネシアやフィリピンなど、東南アジアの多くの国に栽培されていますが、アジア以外の地域であり、知られていません。ランサの木は、高さ10〜15メートルくらいです。10〜15センチメートルの緑色の葉が5、7枚ずつ並んで、1枚の大きな葉になっています。葉全体の大きさ30〜45センチメートルほどです。ランサの花は大きさ約4メートルと、とても小さく薄い黄色の花びらが5枚ずついっています。幹や太い枝から垂れ下がった細い枝たくさん並んで咲き、とっても良い香りがします。ぶどうのように実がなる。ランサの実は、ボール型が卵型で、長さが4センチメートルほどです。ギシコくらいの実が、ぶどうのように集まってつきます。実の皮は薄いのですが、丈夫でとても短い毛がたくさん生えています。熟すると灰色がかった茶色か薄い黄色になります。皮は中にある実の肉、果肉というから離れやすく、つるりと切られに向こうことできます。果肉は白く透き通って、みかんのように5つの袋に分かれて、並んでいます。食べると、汁をたっぷりと含んでいて、甘酸っぱさもちょっとよく、とっても良い香りがします。5つに分かれた果肉のうち、特に大きな1つ、2つの果肉の中に緑色の種が入っています。この種がランサの欠点で、果肉から生えなく、肉、故に間違って動くと、とて、苦味、味がします。ランサの実は、食後のデザートとして中で、そのまま食べたり、シロップ漬けにされたりもしています。ランサ、東南アジアの国々で人気があります。親しまれている。I love you.